で、ちょっとそのまま読みますね。理想主義者の子供は他人と意図的に役割を演じることに抵抗があり、拍手を求めることは滅多にない。もちろん人に合わせようとするし、それによって衝突や拒絶を避けようとする。大人から褒められるのも好きだ。意図的に役割を演じることに抵抗があって、拍手を求めることも滅多にないし、人に合わせようとするし、それによって、拒絶を避けようとする。大人から褒められるのも好き、またそれとは正反対に、理想主義者の子供たちはたとえ5歳であっても本物であることを自信の基盤とする。 NF の子供たちは他のタイプとは違う誠実さや心の広さ、おそらく無邪気さを持っているように見える。しかし本物でありたいという願望はそこにあり、彼らがごまかしをする場合での振る舞いを観察することで推し量ることができる。そのような場合、彼らの恐れや自信喪失は欺瞞に満ちたアーティザン、ガーディアン、レーショナルよりもはるかに大きく長く続く。特にアーティザンはほとんどの点でアイデアリストと正反対である。 SP は実際悪巧みや策略に興奮を覚える。意図的にそういうことができないってことですね。意図的に策略とか、はいはいはい、いたずらとか、うんうん、無邪気にそういうことは、はい、やってることはあっても、はい、傷つけたくないですからね、はい、人を無邪気に傷つけることは分かんないけどあっても、はい、試すとかね、はい、プロレスのつもりで傷つけることはあっても言いながらね、はいはい、自分も傷ついてますよ。でも、はい、だからこうでもプロレスだと思って、でまた僕がいけないのは、はい、自分も傷ついてるっていうことで、はい、だからいいよねっていうのは、はいはい、いいわけないよって話ですよね、まあ、プロレスだよねって意味ですよね。殴り合い用のショーをしてる、はい、ただ、はい、でそれで僕も傷ついてるから、はい、君を傷つけてるのもしょうがないよねっていうのは、はい、エクスキューズにはなってないんだなっていうのは最近学んだんですね、はいはいはい、なんか僕も傷ついてんだよは、はい、こっちの傷ついてる人が救われることにはならない、ならないらしいですね、はいはい、だから共感力が高いからなるって話ですよね相手の痛みが分かる、はい、から共感してくれればこう痛み分けみたいな感じな、気になってるんでしょうね、はいはいはい、前からなんかそういう話しますもんね。そうですね、はい、なんかこっちがいいんだから、あこっちも痛いんだから、はい、いいじゃんみたいなのはやってる気がします、はいはいはい、攻撃性と共感力の切り替えにびっくりしてしまいますと褒められてる気がしますNF は尊敬してない人からいじられると怒りそうですね。あ、わかる。平等と言いつつ人のランク付けはしてるイメージと。わかる、はいはい、攻撃性と共感力わかりますと。でもディスってないですと。ありがとうございます。じゃあこうディスってないですみたいなのがないと攻撃と受け取る時は多々あります、はいはい、しかしこの理想主義者の子供たちは、 NF の子供は本物として見られること以上にユニークな個人として認められることを望んでいると。マズローが自己実現型に人格と呼んだように、理想主義者は人生の非常に早い時期からアイデンティティを求めるため、カーシー博士は彼らのことをアイデンティティ追求型人格と呼んでいると。学校では理性的な子 NT タイプと同じようにクラスメートと自分がずれていることに気づくことが多いと。自分自身と他者との違いを感じるが、その違いが何であるかは自覚していない。結局のところ、この理想主義者は人口の 10% にも満たない少数派であり、大学生になるまで自分と同じような人は1人か2人しか周りにいないのであると。NF の子供も NT の子供も疎外感を感じることはあるが、NT は自分の道を進むだけであるが、NF の子供は自分が他の誰とも似ていない特別な存在である特
別視されている存在である、はい、と感じることで実際に安らぎを得るのであると、はい、俺安らぎ得てんだ、はい、だからあれじゃないですか、社会不適合も同じような感じじゃないですか、特別だってことですか、特別だっていうことで安らぎを得てるんだ、連れかお前、あ、ごめんなさいごめんなさい、すいません、ちょっと情緒不安定、はい、特別視されている存在であると感じることで実際に安らぎを得るのであると。 NF の子どもたちの中には学校での行動や態度が他と違っていたり特別であったりするために一生懸命になりすぎることさえあると。特別であるために、はい、それに一生懸命になるんですね、はい、より社会不適合になろうとしてるんじゃないですか、だからこう社会不適合アピールをしてるんじゃないですか、すっごいわかるもん、はい、ずっと授業中喋ってた、はいはい、わかるわ、なんかすいません、それは家族の中でも同じであると。どの子供も家族に新しいメンバーが加わると兄弟間の競争心や降格感を、あの降格って抱く、あの落ちていく、はい、あの J1 から J2 に降格するの降格、はいはい、降格感を抱くものであるが、理想主義者の子どもたちは自己の感覚を完全に確立することができず、常に家族システムの中で自分の特別な位置を明確にしようとするため、この意向を非常に注意深く扱う必要がある。 NT のように自律的ではなく、 NF の子どもたちは自分自身が価値ある家族の一員であると感じるために、親が自分の独自性を認め、その重要性を個人的に認めることを必要としている。 NF の子どもたちは個別的な配慮を十分に受けることで成長し、あなたは特別な存在であり、私はあなたのことを大切に思っていると言われることを求めていますと、はい、でこの理想主義者の子どもたちは全てのタイプの中で最も信頼できると、生きていいんですかね、アイデアリストチルドレンアーザモーストトラスティングオブオールザタイプス、はい、書いてあります、はいはい、自分の衝動、少なくとも良い衝動、例えば愛情を示したり他人を助けたりすることはある程度信頼するが、 SP 職人とは異なり否定的な衝動、嘘をついたり意地悪をしたり報復したりすることに対しては怯え抑制される傾向がある。理想主義者の子どもたちもまた権威を大いに信頼しており、これは SJ と一緒ですよね、家庭や学校の儀式儀礼伝統を重んじる点ではガーディアン SJ に似ているが、彼らの参加は個人的で熱狂的な傾向があるのに対し、 SJ のそれはより上旬で厳粛であると。またこの理想主義者の子どもたちは理性を信頼する部分もあり、理性派 NT のことでしょうね、理性派と同じようにあれをする代わりにこれをすることの意味を考えるが、自分の気持ちや他人の気持ちについて心を語ることの方をはるかに重視する。要するにこの理想主義者の子どもたちは他のどの行動指針よりも直感の声を信頼し、思春期には直感への信頼は根深く心からのものになる。そのような直感はどこからやってくるのかがわからないが、時に不気味で時に不可解でもあるが、それでも構わない。 NF の子供たちは知っているのだ はい、はい、このカーシの書き方がいいですよね、わかってる感じがします、はい、でこの NF 理想主義者の子供たちをロマンシティストと表現するのは奇妙に思えるかもしれないが、自分のユニークな資質を探すという意味で彼らは確かにロマンチストであり、物語の登場人物に共感する傾向がある。幼い頃 NF は NT と同様、自分の読解能力を超えた、しかし想像力をかきたてるような物語を読まされることを楽しむのが普通である。童話や熊のプーさん、メリーポピンズなどの童話は他のタイプにはないほど理想主義者の子供にとってはリアルなものである。また NT と同じように NF の子供も
同じ物語を何度も読んで欲しがる傾向がある。物語を作り上げ生き生きとしたイメージで語ることさえあると。時には実際にロマンチックな想像力を働かせているだけなのに嘘をついている子供と非難されることもある。小学生になると NF の子供たちは中世の物語、騎士と王女、ドラゴンと魔法使いの物語が大好きになる。そのような物語の象徴は理想主義者の子供たちにとって非常に感情的な力を持ち、ロマンティックな冒険の旅に出る夢を抱かせることがあると。ドラゴン、魔女、鬼、怪物といった不穏なイメージの物語が悪夢の中で蘇る可能性があるからだ。イザメル・マイヤーズ、これはあの MBTI の創始者ですね、はい、マイヤーズは NF について調和の取れた人間関係が何より大切だと述べている。だから親は小さな理想主義者をヒーローが勝利し悪役でも最後には心変わりするようなハッピーエンドの物語に導くようにすべきである。そのようなハッピーエバーアフターの物語は理想主義者の子供たちを最初から捉え、彼らの夢や希望がどんなに現実から逆らおうとも決して離さないと。これ分かるのがあの、はい、セブンって映画あるじゃないですか。どんなやつ、ブラッド・ピットの、あ、はいはいはい、7つの大罪に模した殺し方をしていって、はい、最後にブラピの奥さんも殺されて、はい、ブラピが気が狂って終わるみたいな、はいはい、許せないんですよね。ハッピーエンドじゃないハッピー、誰も幸せにならないみたいな、はい、あの試されてる感じ試されてる、こっちのなんて言うんだろう、はい、そういうところを は、はい、ごめんなさいでこの理想主義者の子供はこのようなロマンチックな作り話をおもちゃに投影する。 NT も同じようにおもちゃを空想の対象として遊ぶ傾向があるが、 NF の子供たちはおもちゃの仕組みを理解しようとするよりもおもちゃにまつわる物語を紡ぎ出す傾向が強い。また NF の子供たちは機械的でないおもちゃ、つまり人間的な人格を持たせることができる柔らかい手人形、ぬいぐるみを好む傾向があり、これら大切なおもちゃは彼らのファンタジーライフの重要な一部となる。テディベアや陶器の置物は NF の子供たちにとって信じられないほど大切なものであり、おもちゃの友達を失ったり、もっと悪いことに親が誤って捨ててしまったりすることは彼らにとって本当の悲劇であると。またさらに理想主義者は他のタイプよりも目に見えない仲間を持つ傾向が強い。そしてこのイマジナリーフレンドが他者から拒絶されたり嘲笑されたりすることは特に NF の子供たちにとって大きな痛手となり、個人的に拒絶されたと感じるだろう。この理想主義者の子供たちは全ての人、全てのものをよく思い、他人のために自分を捧げようとする。完璧なハーモニーで歌うことを世界に教えたいと歌う子供たちのグループは NF の子供たちが本来持っている利他主義、つまり子供であっても自分たちの無視の行動、私のない行動によって世界をより良い場所にできると信じていることを見事に明らかにしている。 NF の子供たちの利他主義はこのように世界的なものであることが、それ以上に自分たちの地域社会や家族、友人にその焦点を当てることが多い。世界的なものもってこともあるが、友人のことの方が多い。理想主義者の子供たちは後輩の家庭教師になったり、身体的精神的にハンディキャップのある人や高齢者をボランティアで助けたりする。また仲間グループ内で平和を作り出したり、必要であれば家族の対立を仲裁する難しい責任を引き受けたりします。カーシー博士は理想主義者の両親を家庭内のハーモナイザーと呼んでいるが、理想主義者の子供たちもまたあらゆる社会集団の中で本能的に同じ役割を担っていると。調整役っていうことですね。ハーモナイザー、合理主義者 NT が大人が真実を言うことに対して早熟な懐疑心を持つとすれば、理想主義者は
信じるべき教義や人生哲学を見つけることに早熟な興味を持つと。何が信じられるかを見つけたい、はい、哲学的なとかですよね。なるほど。例えば多くの NF はまだ幼い頃からでも宗教に興味を持つ。中には聖職に就きたいと子どもの頃から思っていて、祭壇の上に立つ少年少女になるための訓練を受ける者さえいると。彼らが教会に行くのは親がそうさせるからでも、社会生活をもっと送りたいからでもなく、他のタイプよりずっと前から人生の意味について考え始めているからであると。理想主義者のティーネイジャーは倫理的、政治的、芸術的な他の信念体系も研究し、友人たちに真剣に哲学しているように見せても気にしない。しばしば彼らは心情から心情へと飛び回り、あることを信じてはまた別のことを信じ、平気で矛盾します。しかしどの心情をいつまで信じるかは別として、 NF の子供たちは情熱的に何かを信じようとしますと、はい、矛盾なんて何でもいいと、はいはい、まあ、今でもそんな感じですよ。まあ人間ですもん、はいはい、しょうがないですよそんなの、はい、桜さんはある程度世の中に合わせているつもりですが、結構頑固で生きづらいですと。なるほど、はい、どうしたんですか。じゃあ頑固でってつけられると、はい、もう頑固は好きでやってるわけですもんね、はい、負けないよってやってるわけですもんね、はい、それはもうしょうがない。しょうがないですよ。まあだからそういうことじゃないですか。はい、はい、NF の子供の話はNF の大人の知り合いとどう接していいかのヒントにもなりますねと、はい、まあ、基本こんな感じですよね。こういう感じ。こんな感じ、はい、はい、NF は他人からの評価を気にして、 NT は自分の基準が大事という印象ですね。私も子供の頃自分の基準に適合しないのに褒められた時は不快感を覚えていました。扱いにくい子供ですと。でも NF でもIN の人は多分、はい、自分で決めたそうですけどね。あ、ただ特別視っていうことは周りを見てるよねっていうことを指摘してるんですかね。はい、あ、なんかあの NF って、はい、なんか人間を超えた大きな正解があるみたいな感じで思ってる感じじゃないですか。あると思ってますよ、はいはい、そういう感じじゃないですか。だから自分の基準っていうよりはなんか外にある。なるほど。世の中のなんか大きな価値観じゃないけど大きな世界の正しいものがある、絶対的に正しいもの、全世界を平和にする何かがあるはずなんですよ、はい、見つかってないですね2000年、はいはい、2000年以上か。だからそれはこう自分の中にはないわけじゃないですか。あっていう話です。 NT はなんか自分の中にありそうじゃないですか。これがこうやってこうなるからこうなってるんだみたいな。じゃあでも世界を平和にする一言があるんだとしたら、ぜひ教えてほしいですけどね。だから世界を平和になんて答えは出てない話ですよね。はい、NT さんだからそういうものがそもそもあるとは思ってない。なるほど、はい、あ、そっか、前提が違ってましたね、はい、はい、